九州山口各地のジオパークを子どもたちに勉強してもらおうと、九州ジオパーク子ども交流事業学び旅が平成29年7月29、30日の2日間、阿蘇ジオパークで行われました。初日の29日には、阿蘇市草千里にある阿蘇火山博物館で開始式が行われ、佐藤阿蘇市長が歌で子どもたちを歓迎しました。そして、阿蘇をはじめ大分や山口の6つのジオパークから参加した小中学生60人を6つの班に分けて、火山博物館で火山の成り立ちや阿蘇カルデラのできる様子などの実験を見学、また阿蘇ジオガイドの案内で草千里の草原を散策しました。この九州ジオパーク子ども交流事業学び旅は、九州山口各地のジオパークに認定されている地域の子どもたち同士が交流しながらジオサイトを見学して、ジオパーク活動への理解を深め、地域への愛着心の向上を図ろうと開催されているもので、今回が3回目となりますが、阿蘇での開催は初めてです。2日目の30日は雄大な阿蘇カルデラが一望できる大観望へ行き、ジオガイドからカルデラや草原の成り立ちなどの説明を聞きました。